バレーあるある、しんどい練習中に誰にも怒られずに座って休憩する方法。対人で隣のボールが飛んできて、それをノールックで返したとき、自分かっこいいって思ってる。ミーティングで話を振られたとき、どえらい方法で乗り切るやつら。します。今日の試合の反省は、自分たちのミスが多くて負けてしまいました。次、いいかと思うんです。次、イカ同文です。次、イカ同文です。え、次、イカ同文です。次、イカ同文です。育たんよ、イカ同文です。言わさないと。次、イカ同文です。あかんやろ、あかんやろ、いろんな考えがあるな。どこがやねん。あれ、この時ずっと次交代ってやっとって、ですぐでこっちの雰囲気保っといて、あ、で、こっちでもいいかな。今こう来た。こっち。どっちがいいと思う？ちょっと待って。なんか髪こんなんできる？ないじゃないですか。いや、な。シゴです。シゴです。笑っちゃうわ。相談よ、相談。大丈夫？絶対笑う。え、いいの？で、僕も。次、イカ同文です。あ、あかんて。育たへん、育たへん。ちょっと言わさな。イカ同文やったらあかんて。あかんて。すごい、どんなんて。イカ同文です。みんな一緒やん。次、いやいや、イカ同文です。育たへん、育たへん。あかんって。みんないろんな考えあるな。絶対。今のめっちゃいいやん。今のめっちゃいいじゃないですか。今のめっちゃ良かった。今日の試合の反省は、自分たちのミスが多くて負けてしまいました。今日の試合の反省は、自分たち自分たちのミスが多くて負けてしまいました。次、イカドムです。シュゴイス。まだシュゴ言うてへん。シュゴ声出さへん。シュゴですね。味はほら、こっちからあるある一つついていけ。はい、じゃあこっち行こう。はい、おーすごい目開いてる。いいっすか。めっちゃ目開いてるやん。すっごい目開いてたね。ガンビラキしてるやん。うん、行こう。何あるある。はい、はい、しんどい練習、はい、薄い紐くくりがち。いや、強豪校ですなよ、それ。やってんの？靴紐、あ、あれやろ？それ、サボってるというあれで。いいえ。なんでくくんの？いや、ほどけちゃって、ちょっとくくらないといけないですよね。いや、きつい練習って言ってるやん。きつい練習。あ、まあタイミングがいいといけない。たまたまそういう時が多い。多いですね、はいはいはい、ボールが上に上がった時に誰が取りに行くかで喧嘩します。喧嘩すな。え、めんどくさいな。え、ここってどうやって上がるの？あっち行かなあかんのか。あっち行くんはだるいな。オールジャパン、オールジャパン来てる人ちょっとただものではない感じがちってだるくない？審判の時に得点取りがち、うん、あー楽やから楽すな。冬の練習気づいたら手がちまみれる。
まあ、わかる、確かに。はい。アップの時トイレ行きがち。おいサボってるやつ多くね。それはなんで？昼の後なんで、うんこ。そっち系、はい、なるほどね。はい。ワンタッチボールの嘘つきがち。ワンタッチしてないしてないとかね。あるある、いいじゃん。はい。ネット立てのバリ早いです。強豪校あるあるじゃん。これさ、毎回ほどくの？このネット何分でやるとかあんの？いや、大会がないです。一面にするときとか。あー、やるね。ボール上がってるのに上がったって大きい声でいいかな。あー、パンケーキとかね。嘘つきやね。はい。先生の長い集合のときネガティブですって。寝るなよ。先生、週5なの？最長どのぐらい？毎度、先週1年。長っ。持ってる？実際は30分やったけど、体感的には1時間ぐらいあったんや。分かる。放送すごいね。そんな2分前教えてくれるんや。初めてなんやけど。超弱い。授業2分前教えてくれる？スリーマンで、ここにプリントがあるって言ってたら、ライブしてるんです。あ、滑らないってやつ？自分？エイプがそうなん？顎を見て、血まみれになりました。血まみれになったの？マジで？大変じゃん。はい。試合負けたのにキャプテン関係なくても怒られたち。そうなの？怒られてる？いやー、まあ、悪い時は、はい、怒られます。え、でもキャプテン関係なくても？そうですね、怒られます。やっぱそのまとめるのがキャプテンもね。はい。あ、まあそれは責任がね。俺は怒られへんね、じゃあ。はい。スパイクアウト打った時ワンチワンチ言いがち。ああ、はいはい、嘘つきやね。はい、嘘つき多いなここ。はい。練習の時時計見すぎ。なんで見んの？まあ早く終わらんかな。え、分かるわ。見る。はい。冬の朝練の時ボール動き出しまで時間かかり。寒いから動くのがちょっと遅いか。はいはい、確かにね。冷房かかってるもんな、この体感。寒い。なんで坊主してんの？盛り上がり役坊主しがちっす。ああ、いいね。あ、そうなんや。役職的にやってんの？でも似合ってるやん。かっこいいから坊主でもいいやんの。テーピング巻いてたら他の人に取られるやつ。あー、ある。使用のやつ、自分のやつやのに嫌やね。誰そんな言ってくるの？自分かい。はい。審判の時に隣のコート見てた、インアウトみたいな。見ろよちゃんと。審判の時ラインズ。あー、でもある。電車で荷物忘れるやつ。自分が。気をつけてね。